ずさ21号はデラックス車両で15時に新宿駅を出発、中央本線をほぼ西に向かい、山梨県の山並みを縫ってゆく。甲府から北西に向きを変えて長野県に入り、右に八ヶ岳高原、左に南アルプスの景観を添えて、塩尻より篠ノ井線に入って北上、北アルプス、上高地などの山岳観光地入り口松本駅に17時45分に到着する。途中停車駅は八王子、甲府、小淵沢、知野、上諏訪、岡谷、塩尻である。